ちは。今起きた。今さっき起きました。こんにちは。オールナイトニッポン楽しかったね。今日はテンション高く行こうっていう意図だったの。そうですよ。ラジオ、ね、待って、こんにちは。広島にはないからさ、めっちゃ楽しみにしてたんですよ。で、うわ、おいしそう、楽しみ。じゃーん、なんとナゲットが入ってました。多分さ、間違えたんでしょうね、入れるものを。だからさ、チュロスのつもりで入れとるけんさ、あのソースもついてなくて、スナゲットを楽しまんといけん。値段的には30円安い、ナゲットの方が。仕込まんよこんなこと。まあ美味しいからいいんですけどね。でも食べちゃったらもうさ、何も言えないよね。うん、おいしい。おいしいわ。食べちゃった。
もうダメじゃん。ナゲットってソースなくてもこんなに美味しいんだ。すごいな。新発見。よいしょ。わあ。こういう見た目のチュロスかと思いましたって。昨日の部屋も可愛かった。こんにちは。なかなった。可愛かったよね昨日。こんにちは。ちょっとタワーのお礼を書いてたんですけど、めっちゃヒートテック見えるな。見た目ナゲット風のチュロスなの？うん、チュロス風のチュロスですよ。本当はね。チュロスちょっと楽しみにしとったのにな。広島にないけん。こんにちは。最近は広島に1日しかいなかったのかな。そうそうそう。めっちゃヒートテック出るな。ちゃんと写真戻った。チュロチュロチュロスなんてツイートしたらいいかな。でもツイートしたらさ、悲しいじゃん。悲しむかもしれんじゃん。ちょっとマクドナルドさんがね。そりゃちょっと悲しいじゃん。マックからクレーム来ちゃうかも。逆に？ああ。逆にめっちゃチュロスくれるかも。仕込むわけない。なんか。しかもウーバーで頼んだんですよ。じゃけんじゃけんかなとも思った。めっちゃ早かったんですよウーバーの配達もね。こんな早いのすごいなって思ったんじゃけど、多分バタバタ忙しかったんだろうなって思ってます。ねえ、そう、ウーバーならマックのチキンナゲットじゃない可能性も。そんなそんなことないやろ。お昼抜きだし、そうそうそう。
単なる入れ間違いならば違う人にチュロス入ってるかも。そうなんかな。でもチュロスの箱にナゲット入っとったんよ。そいつたださ、ただ入れるもの間違えた。じゃあナゲット頼んだ人にチュロス入ってるってこと？ってこと？本当にチュロスの目にあるの？注文シールの間違い。でも注文履歴もあの袋に書いてあるやつもチュロスって書いてあるんよ。でもまあみんなとこの会話を楽しめたから私はいいんだ。また食べる機会はきっとある。チュロス、取り替えてもらわなかったの？だってウーバーで配達してもらってさ、ありがとうございましたって言って自分の部屋に戻ってさ、開けたらナゲットよ。お問い合わせがあったんじゃけど、お問い合わせしたところでどうなるんじゃろうと思って、すみませんでした。ありがとうございました、以後気をつけますみたいな感じなのか、連絡したら取り替えてくれるんじゃないの？そうなのかな。でもねえ、再配達できるの？とりあえずお問い合わせをしてくれ。こんないいネタ提供していただいたのにうちの母はストローが入ってないと鬼電してストローを持ってこさせました。お強い。差額持ってこさせよう。30円。そんなそんな、こんにちは。スナゲットも美味しかった。ちょっと待ってね。これ花粉症なんかな。ムズムズしてきた。さっき受け取るのにちょっと外出たから、それで鼻がムズムズしとんかな。こんにちは。今年すごいね。今年すごいらしいね。なんか去年の5倍みたいな聞きましたけど。本当かしら。iPad から配信できるかな。花粉症かなと思ったら、いやでもね、私花粉症なんですよ、高校生の時から。でもなんか今年は全然大丈夫って思っとったんよ。
じゃあ秋の人なんだと思っとった自分のことね。そう、でも今来たからさ、どうなんだろう。変わった？変わりました？なんかめっちゃキュルンキュルンしてない？iPad。iPad めっちゃキュルンキュルンしてるよね。この iPad で初めて配信する。iPad 長く使ってそうだね。そうかな。今日夜配信できるかな。この配信は10分までやります。いつもやる配信だと違う。あ、本当？なんかいろいろ変わってるんですよね。変わってるっていうか変わってく。優勝者が出たらとか。でも出そうや。上手だからさ。そうそうそう、結果次第で取材の有無が変わってきたりするからどうなんじゃろうっていう話なんだけど、まあでもそれでもギリギリできそうな気がするんですけど、ね、あってもなくても。私は応援ゲストとして行き、取材あるんかな応援ゲストに。どうなんじゃろ。
卵好きですなんか私のそのスケジュールに結果次第で変わりますって夜ね書いてあったんですけど、それ自分もそのそれに参加するのか、みんなと一緒に帰るからその時間になるよっていう意味なんかどっちなんじゃねって話。前回どうでしたっけ？前回？メンバーが何を歌唱するか聞いとる、聞いた人は聞いた、聞いてない人は聞いてない。前回は配信できなかったけど、あ、本当？ひな祭りの忘れてた。本当ですよ、今日ひな祭り。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五人林の笛太鼓。今日ひな祭り、こんにちは。ひな祭りセッション、そうひな祭りセッションでね使ったね、あのね鈴といちご持って帰ってます。いただきました。昨日のサックスに乗せて歌えばよかったのに。いやー、あのね歌おうかなって思ったんじゃけど、なんか邪魔しちゃうかなって思って。でやめた。ココアのカスタネットはココアが持って帰ってるよ。カスタネット見たらゆいちゃん思い出しますよね。K4 の。全然唇に色がないね。
いい家庭もなったね。サックスはユミリン持ってくれたの。あれはさ、ユミリンのサックスだからね。うん、たん、うん、たん。やらずに後悔するよりやって後悔するタイプじゃなかったかな。でもさ、昨日のひなセッションはさ、もう主役はゆみりんだからさ、それとこれとは話が別でしょ。奇跡的に起きてて見れた配信面白かった。よかった、嬉しい。ねえ、スマッシュもたくさん皆さん見てくださってたみたい、嬉しかった。ねえ、次回あるかな、会ってほしいな。絶対やっぱラジオってなんかいいですよね。なんでなんだろう、素敵だよ。まあ、全部素敵なんだけどさ、本当にもうさ、ザ・ハガキ職人の方々もの SDU の会のにさ、メール送ってくださったりしてて嬉しかった。こんにちは。ねえ、ココアが夜中に働くとはねえ。昨日スマッシュ見ながら爆笑してもらった。お、嬉しい。どうしようかな、悩みどころだな。今日、明日、明後日、し明後日、今日、今日は3日、4日、5日、6日、今日3日、4日、5日、6日、何の話やってなるよね。そうよな、ひな祭りむずいよね。なくなってた今。
フラワー送っといてコメントもつけて、ありがとうございます。そうスタンドフラワー受け付けております。STU メンバーがひな壇にはなられないですか、っていうこと。好きだったのよあなた、胸の上ずっと。ピートで頭皮踊る、ピートで頭皮、頭皮とりあえずポップなビートで逃げ出したい、現実から遠く目をそらしたい、全然いいこともなくて手間取ってそうに思い絶対無理にしてほしい。誰かが待ち伏せ歌うの、わかんない、聞いてないです。待ち伏せ歌う人は聞いてないけど、聞いてない中におるかもしれんし。こんにちは。あの曲好きでさ、ビートで逃避よく聞いてるんですよ。だから嬉しい。歌唱力で歌える歌に縛りはないのかな。なかったですね。結構、第4希望とかまで出して聞いてくださるって感じ。その話を結構自分主体でできるって感じだった。歌いよかった、また一人ひねりく嬉しいね。どうかもう一度会えますよ。それでは、夜できると信じてちょっと終わりたいと思います。タワーのお礼書いてるので、夜できたらいいな。メールも送るね、ごめんね。それでは壇上を見ます。13位キヨさん、12位ユータンさん、11位エレメンツさん、10位ジュノラゴさん、9位シロワニツカイさん、8位長谷川さん、7位ロコポコさん、6位エムケンさん、5位タニタニさん、4位キャスパー大君さん、3位坪井ゆうすけさん、2位マサさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、セディアさんでした。ありがとう。そしたらキロブ22位はドゥルルルンジちゃん、アメさんでした。ありがとう。うん、じゃあ歌唱力ゲスト行ってきます。またね、ありがとうございました。行ってきます。バイバーイ。